校の時、フレイは父を殺したザフトを恨んでいた。コーディネーターに復讐するため志願兵となることを決意する。キラには頑張ってもらわなくちゃ。みんなやっつけてもらわなきゃ。出ないと戦争は終わらないもの。アークエンジェルは G 兵器を届けるため連合軍本部のあるアラスカを目指し地球へ降下しようとしていた。だが大気圏突入時にザフトの攻撃を受け、難民の乗ったシャトルが撃ち落とされてしまう。キラはそのことをずっと気に病んでいた。キラ、私がいるわ。大丈夫、私がいるから。私の思いがあなたを守るから。キラは戦って戦って戦って死ぬの。出なきゃ許さない。アークエンジェルは進路を外れ、ザフト勢力圏の北アフリカに降下してしまった。そこにザフトの地上軍が幾度となく襲いかかる。その戦いでキラは思いがけない再会を果たしていた。ヘリオポリスで出会った少女カナリがザフトと戦っていたのである。カガリはアークエンジェルと同行することとなり、戦闘機のパイロットとして活躍する。だがある時敵の攻撃を受け、戦闘機は無人島に不時着してしまう。カガリはそこで同じく不時着していたアスランと運命的な出会いをした。敵と味方であったが、助け合いながら一夜を過ごした。敵と味方に分かれているから戦うのであって、立場が同じであれば分かり合えるのではないか。二人はそう思いながらもそれぞれの部隊に戻った。アークエンジェルはアラスカを目指すが、宇宙軍と合流したザフトの猛攻を受け、中立国であるオーブの国境線へと追い詰められていた。オーブの領海に寄りすぎてるわ。オーブは友軍ではないのよ。これ以上寄ったら撃たれるわ。オーブはいかなる状況にあっても中立を貫くという理念を持った永世中立国である。他国が武力行使するときには武力をもって応える覚悟があるという。だがアークエンジェルはカガリの提案に従いオーブへ侵入したのであった。カガリはオーブ連合首長国の前代表首長ウズミナラアスハの養女であった。オーブは技術協力と引き換えにアークエンジェルをかくまう。修理を終えたアークエンジェルはカガリをオーブに残し、再びアラスカを目指して出航しようとする。警戒は現に、艦隊離脱後離水最大戦速。領海を出ればザフトの攻撃が始まる。キラヤマト出ます。キラたちの読み通り、オーブ近海にはザフトが待ち受けていた。出撃する。今日こそ足つきを落とすぞ。アークエンジェルを確認。当たりましたね、アスラン。
てなすったか。どうする。頼むぞ。対モビルスーツセットを用意。逃げ切るのがいい。各員検討を。やめろ。なったね。出てこい。ストライク。守りたい。出ないと、出ないと水がうずくだろうが。こんなところまで付き合って降りてきたんだ。ここらで終わりにしたいよね。クエルとマスター、潜んでいた。やめろ。網は張られたのか。あ、お兄貴、アークエンジェルをやらせるわけには。なんだね。やめろ。明日が欲しいんだ。出てきちゃ見過ごせないってね。僕がみんなを守るんだ。どうしろ。出ているなんて。キラ。誰も撃たせない。パワー切れ。キラ。これ以上やるというのなら。アス、そこをどいてくれ。
君たちの負けだ。何よ。やめろアスラン、これ以上戦いたくない。何を今さら撃てばいいだろう。お前もそう言ったんだ。お前も俺を撃つと言ったはずだ。Ah!
ニコルを、ニコルを殺した。ガンダムは自爆し、組み付かれたストライクガンダムは爆発に巻き込まれ大破した。ストライクガンダムの残骸にキラの姿はなく、浜に投げ出されていたアスランはオーブに保護された。アスランはカガリに強く問い詰められる。なぜキラを殺したのか、友達だったのではないのかと。分からない、分からないさ、俺にも。別れて次に会った時には敵だったんだ。一緒に来いと何度も言った。あいつはコーディネーターだ、俺たちの仲間なんだ。地球軍にいることの方がおかしい。なのにあいつは聞かなくて、俺たちと戦って仲間を傷つけてニコルを殺した。なんで、なんで殺し合わなきゃいけないんだよ。敵なんだ今のあいつは。もうなら倒すしかないじゃないか。やがて中立であるオーブはアスランを解放する。その際カガリはアスランにペンダントを渡していた。もう誰にも死んでほしくないと願いを込めて。キラを失ったアークエンジェルはオーブを離れ、なんとかアラスカにたどり着いていた。嫌よ、嫌です。私艦長、なんで私だけ。いい加減にしろ。これは本部からの命令だ。君は従わねばならない。そういうことになってしまうわね。軍本部からの命令では私にはどうすることもできない。ごめんなさい。アラスカにおいて人事異動が行われ、ナタルとフレイがアークエンジェルから降りることとなった。今までありがとう、マジルール注意。また会えるといいわね、戦場でないどこかで。終戦となれば可能でしょう。